クルサール国際会議場、公会堂は、スペインサンセバスティアンにある複合施設。通称クルサール。設計は、スペイン人建築家のホセラファエル・モネオ。1999年開館。1839席のクルサール公会堂、多目的ホール、展示場などを内包している。日本語では、サンセバスティアン文化会議センターなどとも。 9月のサンセバスティアン国際映画祭は、クルサールを主会場としている。7月のジャサルディアは、多くのコンサートが、建物内のホールや、建物外のテラス、クルサールに隣接した浜辺で開催される。旧クルサール1921年、ウルメアバは川口に近接し、ラスリオラ海岸に面した場所に、旧クルサールが建設された。旧クルサールは、カジノ、レストラン、映画館、 補助客室859席の劇場を内放していたが、1973年に解体され、K プロットと呼ばれる空き地となっていた。このような一等地にどんな建築物も,も存在しないのは奇妙なことだった。旧、クルサールが解体される際には代替施設建設のためのコンペが行われたが、コンペに勝利した計画は、その複雑さから建設されることはなかった。 1972年には新計画が提案され、何度かの修正後の1975年に建設が開始されたが、周囲壁が完成して基礎が打たれた後に建設工事は中断された。旧クルサールの土地も民間所有だったが、シンクルサールの土地も民間企業に譲渡され、シンクルサールを建設する目的で公共コンソーシアムが設立された。 1972年の建設計画が破棄された後、ケープロットに大規模な公会堂を建設する計画が浮上。1989年には、マリオボッタ、ノーマン・フォスター、磯崎・シン、ホセ・ラファエル・モネオ、フアンナ・バーロ・バルデベーグ、ルイス・ペーニャ・ガンチェヒの6人の建築家が公会堂の建設計画を提案し、6計画のうち、浜辺に置かれた2つの岩を、 キャッチコピーとするモネオの計画が採用された。モネオは1991年から1994年に詳細な計画を策定し、1996年にシンクルサールの建設が開始された。建設期間中に建設費が増大したことから資金調達の問題が発生し、建設費の16%を支払うはずのバスク州政府が支払いを拒否した。 これらの問題が解決され、建設開始から3年後の1999年に、竣工した。2001年には、ヨーロッパで最も権威ある現代建築賞である、ミース・ファンデル・ローエ賞を受賞。サン・セバスティアンの景観は、フレンチスタイルの建築を特徴としており、ガラスを使用した湾曲した建物、鋭利な多面構造のクルサールの完成当初は、 否定的な意見を持つ市民が多かった。1999年8月23日に開館し、エウスカリ公共楽団と愛のあるテタのコンサートが行われたが、ビルバオでは同時期にビルバオグッケンハイム美術館が建設されており、建設費がクルサールの約2倍だったこともあって、クルサールはグッケンハイム美術館の陰に隠れた形となった。開館当初は、 市民が新施設に順応する期間が必要だったが、クルサールはサンセバスティアンに対して経済面、観光面、文化面で良い影響を与えており、多くの市民はクルサールに感謝し、クルサールの存在を支持している。クルサール公会堂の内部クルサールは、主に2つの巨大な多面状のキューブで構成される。この2つのキューブは二重構造となっており、 半透明のダブルガラスの外壁の内側に、入れ子状に、公会堂やホールがある。二つのキューブの間には大規模な歩行空間があり、このテラスからは、ラスリオラ海岸やウルメア川河口を眺めることができる。ジャサルディアのコンサートの一部や多くのイベントは、この、テラスで開催される。クルサールは、クルサール公会堂、商工会議所ホール、多目的室、展示場、久保ホール、 ラサルテオリアのレストランのオーナーシェフであるマルティン、ベラサテニがオーナーを務めるレストラン、様々なショップ、駐車場を備えている。ありがとうございます。